6番ホール植竹。では画面のこの右側のマウンド、これが効いてバーディーとはなりませんでした。続いて8番です。非常に長いバーディーパット、惜しくも入りはしませんでしたが見事なタッチを見せました。9番はこのグリーン奥からのアプローチ、ふわっと上げていったんですがこれが下って寄せ切ることができませんでした。最後このパーパットが入らずに単独トップに立っていた植竹、一つ落としてトータル10アンダー、追う立場で後半へと向かっていきました。続いて西郷です。6番の第2打、これがピタッとチャンスにつきます。チャンスをしっかりと沈めてこの6番でバーディー。この時点では植竹に並びました、11アンダー。ただその後の8番、これがパーパットなんですがカップに嫌われまして1つ落とします、ボギー10アンダー。ここでまた一歩後退ということになりました。直後の9番セカンドショット、フェアウェイ左のラフからだったんですが見事にチャンスにつけてきました。そしてこのバーディーパットを沈めまして前半最後のホールバーディー、これまた11アンダー、単独のトップという立場で後半へと向かいました。同じ組の堀琴音、7番パーパット、これが見事なパーセーブ。8番の第3打です。このアプローチを見事に寄せていってこの8番パー。前半最後の9番バーディーパットしっかりと打っていったんですがこれが惜しくもカップの右、決めきることはできませんでしたがここまでノーボギー、2つのバーディー。